わかりました。三度の誠、慎んでお受けしましょう。まずは天を三つに分かち、一つはあなたに。天を三つにと。その後に残る二つの天を滑る。この度と同じく劉備殿には三度天下の門を叩いていただきます。私は諸葛亮、あざなは孔明と申します。歴史上の剣鉄に被験すべく地を磨き、上陽の西劉中の地で成功うどくの日々を送っていました。この度世に大徳として名高い劉備殿の三度にも及ぶ恋を受け、その誠意に心動かされ、軍師として力を尽くす次第となりました。私がこの乱世の中、天下全体を見渡して描いていた飛景、天下三部、誠と仁を備えた英雄諸葛亮殿、我が軍師となってくれたこと心より感謝する。そなたが描く天下三分に向け共に邁進していこう。知っての通り、今の私たちの状況は深刻だ。しかし私は何としても曹操の手を逃れ、民と共に高陵の地へと渡らねばならない。諸葛亮殿、そのためには何か策がある。機を見計らってその策を出し、皆が無事に逃げ切れるよう尽力してほしい。無事に逃げ延びるのだ。我らはかの拠点を確保し、家計にかかる。工作部隊、予定地点にて準備を進めなさい。この拠点は私が占拠しました。この拠点は私が占拠しました。通せねえ、絶対ここは通せねえ。この橋が延期と長期の大舞台だぜ。この拠点は私が占拠しました。敵将を撃たせていただきました。我らの攻めの構え、勝てません。
やっときやがったな。はっ、私は向こう殿のもとへ。はっ、自分は頼みます。はっ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 しゃっ。この防衛の要所を突破できると思うな。はっしゃっはっはっトリカ、いい度胸だ。チャッ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 、ハッハッハッ。今度は負けねえからな。敵将、撃たせていただきました。ハッハッチャッ、ハッハッ。俺の攻撃かわせるか。よくやってくれた。引くのです。受けてください。次は負けない。敵将、撃たせていただきました。今ですね、劉備殿。まずはこの炎であなたの道を照らしましょう。長き道ですが、必ずやあなたの天下を。諸葛亮の策か。なんと心強い。はっはっ。おお、趙雲、無事であったか。はっ、ご安心ください。しゃっはっ。ミコはこちらに。そろそろ潮時か。兄者も心配だしな。はっしゃっしゃっしゃっ。チャッハッチャッハッハッ。俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将、撃たせていただきました。チャッチャッチャッハッハッ。試すか。Up!
先駆けよ。この戦を制するのだ。シャッやるな。その調子だぜ。このままで済むと思うな。今度は負けねえからな。敵将を撃たせていただきます。よくやってくれた。次は負けない。敵将を撃たせていただきました。敵将を撃たせていただきました。任せあれ。我らが健康な守り、僕と見るがよい。民の脱出を優先させる。連軍護衛を。時には引くのも戦略です。敵将撃たせていただきました。負けねえからな。敵将撃たせていただきました。我らの攻めの構え、押させません。力ずくで食うなら止めてみせよ。敵の戦略です。敵将撃たせていただきました。劉備殿、さあこちらへ。次は我らの番だ。無事に逃げ延びよ。
激しく攻め立てるぞ。続け。追い込んでしまいましょう。鮮やかなお手並み。さあ、敵の戦意を削ぐのだ。攻め時と見た。進め。押しまくるんだ。この戦、決めてしまいましょう。打たせていただきました。一人戦を教えてやろう。時には引くのも戦略です。敵将打たせていただきました。敵将打たせていただきました。曹操軍から逃げ切ることができた。これも皆が命がけで働いてくれたおかげだ。私は本当に配下に恵まれているが、だが今後はこのような消耗戦は慎まねばならん。そうそう、次は許してくれないだろう。確固たる地盤があればまだ戦えるのだが。あ、この